鈴木義雄鈴木義雄は日本の政治家、法学者、弁護士。日本国憲法における生存権の制定、平和主義の誕生に寄与した。1894年1月17日に福島県白川市で生まれる。東北学院に学び、東京帝国大学を卒業後に学者となり、東京女子大学教授、東北帝国大学教授、法政大学教授を歴任する。 退職後は、弁護士業を開業して、帝国弁護士会理事となった。第二次世界大戦後、日本社会党の結成に、関わり憲法草案の作成に関与。また、運の新基地尾崎幸男らの憲法懇和会にも関わって、ここでも、憲法草案作成に携わる。1946年衆議院選挙で、福島全県区に日本社会党より、出馬、初当選。 中選挙区制では、福島2区に転じ、衆議院、議員7期。この間、1947年から1948年まで、片山内閣、足田内閣で、司法大臣、法務総裁を務めた。日本国憲法第25条の生存権規定成立には、鈴木義雄の果たした役割が大きかったことが、最近の研究で指摘されている。 1946年8月1日、帝国憲法改正案省委員会の第7回審議において、それならば生存権は最も重要な人権ですという鈴木の気迫のこもった一言で委員会の流れが生存権承認の方向に変わった。その後、先週大学学長、東北学院院長にもなった。1963年8月25日に69歳で死去。 葬儀は、青山学院礼拝堂で行われた。歴史学者、ゆい大三郎は孫。議段さんの愛称で親しまれた。東北学院大学で、弁護士時代の吉尾の研究がされている。清水真理子、鈴木吉尾と生存権規定成立への関与、研究ノート、その2、二章寺正一ほか、キリスト教教育と、近代日本の知識人形成へ、東北学院大学。 2012年75から111ページ http コロンスラッシュスラッシュ j i h o u t o h o k u g a k u n j p スラッシュアーカイブスラッシュ195スラッシュ jihou195-01pdf アザ学園図書館だよりナンバー 52p2474 年目の憲法記念日に今大注目の鈴木義雄 n h k タブ特集で 公営。学校法人東北学院。2020年5月3日閲覧。日本国権法制定時の関係会議録。小委員会。終日。ありがとうございます。